そんなところで何をしてるんですか、先生？あら、足にそんなに画鋲が刺さって、血が滲んでとっても痛そう。病を踏んだ程度で座り込んでひいひいうめいてるその様は、哀れというより情けなくて惨めったらないわね。一般的に男性っていうのはたくましくて頼りがいがあるものだって聞くけど、あなたを見る限りじゃとても信じられないわ。リッカさん、こんなのを世間一般の基準に当てはめちゃダメだよ。そうそう、体育教師のくせにタンクさえったらないんだから。その面が先生、私に何か言いたいことでも？煮え切らないわね。言いたいことがあるなら言いなさいよ。小野浦さん、この人にそんなこと言っても無駄だって。だよね。ほら見てこの顔、完全にビビっちゃってるもん。だとしたら本当に情けないにも程があるわね。いい大人の男が教え子の女の子に怯えてまともに口をきけなくなるだなんて。ほら、私に何か言いたいことがあるんじゃないの？遠慮しなくていいんですよ、先生。言いなさい、言ってみなさいよ。得意の下手くそな愛想笑いが出たわね。いつ見ても無様で滑稽な顔だわ。あははは、ウケる。ねえねえ先生、その顔鏡で見たことある？じゃあ今日のアホ面も写真に撮ってっと。後で写りますね。私もできたことだし、そろそろ戻りましょうか。うん、行きましょう。いつまでもこんなのに構ってられないもんね。ああ、そうそう先生、その花瓶はちゃんと捨てておいてくださいね。あなたの足の裏に刺さった花瓶なんて汚くても使い物にならないから。
ほらあそこ見て見て、いつ見ても冴えない顔してるね。やだ、今日も頭ボサボサ、いつも猫背だし寝癖ついてるし暗いし、愛想払いばっかでいいことないよねあいつ。ああ、どうせ男の人が来るならイケメンで頼りがいのある人だったらよかったのに。はい。
ガバ病がもし一度でも床に落ちたものだったら、いろいろな汚れが付着していたかもしれません。もうご自分のことなのに気のない返事をしないでください。ちょうど保健室も近いですし、そこで消毒をしましょう。私も手伝いますから。夜お風呂に入った後にもう一度消毒して、ちゃんと絆創膏を貼ってくださいね。養護教諭の方が不在でしたし、先生を一人にしてしまうと大丈夫と言って放置してしまいそうでしたから。靴磨き屋さんって映画の中で子供がお金稼ぎのためにやってるのくらいしか知らないんですけど。先生？先生？どうしたんですか？あまり顔色が優れないようですが。
の弓原さゆきと言います。今日は相馬先生の代わりに監督していただけるとのことでありがとうございます。多分先生とは初対面だと思うのですが。ちょっと何ですか、いきなり。弓原さん困ってるじゃないですか。前に会ったことがあるって、それナンパの常套句ですよね。学生を口説いてるんですか、セクハラですか。
かな。味噌汁を擬人化した可愛い女の子を育てて戦わせる最近流行の超絶熱い対戦アプリゲームなんだけど、今回はこの味噌娘で舞が無双するところを皆さんにお見せしちゃうからね。恒例のコーナー、今日の予想大的中は舞が何連勝できるかを予想するよ。